僕たち心臓のお医者さんだから、結構心臓病とかね、心筋梗塞とか脳梗塞とか不整脈とかで死なれるのをどうにかしたいなと僕たちいつも思ってるんですよ。で、病院とかにいると薬も使えるし、例えば手術もできるし、カテーテルもできるし、いろんなことできるんだと思うんだけど、僕が勝手に興味があることって、どんなことに興味があるんかっていうと、薬とか、手術とか以外に何か医学的にどうにかできないかと。っていうのを結構ね最近ハマっていて、例えば肥満を予防するとかダイエットをするとかっていうのって体に良さそうじゃない。だからそういうものっていいなって、薬とか使わないしとか、あと運動もそうだよね。運動っていうのも薬とか使わないし自分自身でできるじゃない。だからそういうものをいっぱい知ってるといいなっていうふうにね僕思っていて、いつも探してるんですよ。でその中で最近ね、僕も今まで医者人生でね全く知らない新しい因子があって、因子っていうのは例えばバナナがいいよみたいな、全くバナナがいいよとかそういうことじゃなくて、その因子ね、因子っていうのはバナナがいいよとかピーマンがいいよとか、例えば晴れの日がいいよとか、そういうような因子、そういうようなものがどんなものとその寿命とか心臓血管病に関係してるんかとっていうやつね、僕が今まで全く知らなかった初めてのものが出てきたんですよ。今日ね、ちょっとそれをね、みんなにご紹介したいなと思って。ね。でね、今日僕ね、10分ぐらいで喋るけれども、10分後ぐらいには大体、あ、なるほどなと、そういう手で寿命、長生き、薬とか手術とか使わなくて長生き程度が、長生きができるんだなっていうことが少しわかると思います。でね、僕はね、全く知らなかったんですけど、こんなニュースが、実はですね、10月の10日、2019年の、去年だね、去年の10月にね、出てきたんですよ。これね、どういうニュースかっていうとね、これなんですよ。これね、ワシントンポストっていうね、アメリカの雑誌で出たんだけれども、もしね、長生きしたければ、犬を飼ったら、みたいな。そんな記事が出てきたのよ。で、なんでこんな記事が出てきたのかなっていうのをね、調べてみたらね、実はね、こんな学術的な背景があったんです。それがこれです。で、ね、カロライン・クレーマー先生っていうね、この女性、カロライン・クレーマー先生っていう人が、実はね、つい最近なんですけれども、あるね、論文を発表したんですよ。どういう論文かっていうと、ドッグオーナーとサバイバル。つまり、犬を飼っている人と、寿命について、これシステメックレビュー&メタナリシスって言って、いろんな過去の医学研究を集めてきて、それを解析してメタナリシスって言って結構エビデンス力が高いやつを出してきたんです。それがこのサーキュレーション・カルディオバスキュラー・クオリティ&アウトカムっていうすごい立派な医学雑誌に発表されたんです。じゃあ結局ね、何かっていうと、犬を飼っていると長生きの方向に行くんかと、もしくは犬を飼っていると寿命がね短くなる方向に行くんかと言ったらね、この人たちがね結論付けました。どうやら犬を飼っていると長生きの方向に行くらしいと。つまりね、犬を飼っている人は死亡のリスクが低下するよっていうことを発表したんです。じゃあどのぐらい低下するんかっていうとね、これ結構ね、僕的には結構衝撃でした。死亡のリスク、犬を飼っていると死亡のリスクがこれだけ減ります。 24% だって。 24% のリスク減があるらしいと。でね、この研究をねちょっとね詳しく説明しますよ。これがですね、これすごいの、システムメタアナリシスだから、いろんな研究を持って、結局最終的には15ぐらいの10個ぐらいの医学論文を持ってきて、これ、1、10、100、1000万、10万、100万、100万って言った ?300 万人。だから約400万人ぐらいのデータを使っていると。でね、大体10年ぐらいの患者さんの経過を追ったという研究なんですよ。で、何の経過を追ったかというと、当然、死んじゃったか死んでないか。つまりね、私たちがこう、例えばこの集団がこういたとするじゃない。これ10年前ぐらいに登録するわけ。じゃあ私たち、今、例えば犬飼ってる人、犬飼ってない人、犬飼ってる人、飼ってない人って言って登録して、10年間ずっと経過を追うわけ。で、残念ながら、ちょっと甲先生は不慮の事故で亡くなってしまったとかね。例えばね、山先生は心筋梗塞で、例えば死んじゃったと。っていうのを、集めるわけ。で、その集めた時に、どうして死んじゃったのかなと。
っていうのを集めたりすると、まあ、そんなような研究を、実に、380万人の、まあね、統計の解析上ね、80万人のデータを使って解析したと。で、その結果がね、これなんですよ。これちょっとね、ちっちゃいけれども、簡単に説明するよ。脂肪のね、こうね、RR って、ああ、そうだ、皆さん、ね、論文を読む力って、グラフを読む力っていうのもちょっとね、将来的に多分必要になってくるんで、お医者さんになるとね。説明、この、ね、RR っていうのはリラティブリスクって言うんで、脂肪のリスクなんですよ。例えば、今回の研究は、ここにね、下に1、2とかって書いてあるんだけど、犬を飼っていない人を1倍のリスクと定義します。つまり、人間は当然みんな死んじゃうわけだから、みんな何らかのね、もので起こしちゃうわけだから、これね、統計学的な定義をするんですけど、犬を飼ってない人はこの場合には1倍としたと。そしたら、犬を飼っている人は、それよりもリスクが高ければ2倍とか、1.5 倍とか。で、もしリスクが低ければ 0. 何倍ってなるんですよ。そうするとね、犬を飼う人は実はね、0.76 倍のリスク。ここに書いてある。これ。ちっちゃいね。これ。0.76 倍のリスクだと。つまり何を言いたいかっていうと、24% ね、0.76 倍だから 24% の死亡リスクの低下が犬を飼っている人にあったんだっていうこと。で、これね、まあ、それだけじゃなくて何がすごいかっていうとね、このグラフを見るとね、上でね、普通にポプレーションベースドスタディって、まあ、これはまあ一般人です。いわゆる。一般の人の大体リスクがこのぐらい。で、これね、心臓血管病のある人、心臓病血管病のある人の方がね、リスクがね、少ないよっていうことをね、このグラフでは言ってくれてるけれども、まあ、何のこと言ってんのって感じだと思うんだけど、結局ね、犬を飼ってる人は、どうやら死亡のリスクが低いらしいと。じゃあ、その時に、心臓病血管病の人と、そうじゃない人、どっちがリスクの低下が大きかったの？犬の恩恵を得られるんかと言ったら、実はね、心臓血管病の持っている人の方が、犬のいいリスク、いい作用リスク低下、死亡のリスク低下が取られたよと。だから、このスタディをね、信じたら、心臓病のある人は、犬飼ってたら、もっと犬から恩恵が得られるよっていう、こう、数字をね、出してきたんですよ。で、結局ね、このスタディっていうのは長生き具合がどうかっていうことをやった。例えば長生きってやってて、心臓血管病以外に癌で死ぬとかっていろいろあるわけじゃない。長生きっていうのに、ここの解析では、フォーカスを当てたんだけど、別の解析で、心臓血管病で死んじゃった人だけの解析をしてみると、実にね、犬を飼ってる人はね、31% の死亡リスクが低下していると。っていうふうに発表してます。つまりですね、彼女はですね、どのように結論をしたかというと、犬を飼っている人は、長期にわたる死亡リスクを低下させた。で、これはね、なんで死亡のリスクを低下させたかっていうと、おそらく心臓血管病の死亡率が低下したんだろうというふうに結論付けました。なので、いろんなね、健康グッズとか、健康に気を使うってあると思うんですけれども、僕が今まで全く知らなかった、犬を飼っている人は、死亡のリスクが少ない。もしかしたら、長生き具合に関係してくるんじゃないかというふうに言われるようになりました。じゃあ、なんで犬がね、犬を飼っていることによって、心臓血管病とかね、長生き具合に関係があるのかというね、研究がね、実はね、いくつかあるんですけれども、まあ、彼らも彼女らも考察してたんですけど、一つはね、犬と、血圧。犬を飼うと血圧が低くなる可能性があるんだっていう。で、これ面白いね、ランダマイズスタディを研究した人がいて、ある ACE っていう高圧剤を飲んでる人と、飲んでる群と、同じ高圧剤の薬と、犬を飼えと。もしくは猫を飼えと、ペットを飼えと。っていうふうにですね、二つに分けたんですよ。これランダマイズ研究っていうんです。そしたら、飲み薬とペットを飼ってる方が、血圧がね、スーッと下がったよっていう。で、実はね、血圧だけじゃなくて、レニンアンジオテンシン系って言って、心不全とかに関係あるやつ、あっちの方の活性もだいぶ収まってしまったと。っていうのがですね、実はですね、ハイパーテンションって言って素晴らしい雑誌にですね、報告されているんです。で、これちょっとね、細かいんで飛ばしますけど、
シストリックブラッドプレッシャー、収縮血圧とか、あの拡張器血圧とか心拍数とかとかいうのはですね、ただ単に薬を飲む黒のグループよりも灰色のグループ、薬プラス犬や猫を飼ってる方がなぜか血圧が下がりますよとっていうようなね、あの先行研究もありました。で、まあそんなこと言ったって、まあ、これはあのランダマイズ研究なんで、あのペットのいい作用は分かったけれどもっていうことでですね、あの実はね、あるスウェーデンで国を挙げて本当にそうかと、本当にそうかっていうのは本当に血圧が下がったり糖尿病がとかね、コレステロールに効くんかっていうことでですね、国をかけてやったのがですね、実はつい最近 BMJ オープンっていうので報告されていました。でこれはスウェーデンで、これもね200万人ぐらいのデータを使っていろいろ調べてみました。血圧が下がるんですか、高血圧を予防できるんですかとか、コレステロールを予防できるんですかとか、糖尿病を予防できるんですかっていうふうに計算をしてみたら、彼らの結論は、血糖値に、犬を飼っていると血糖値にいいんだぞというような作用がどうやらありそうだといったことがね、あのつい最近あの報告されました。なので、まあ、いずれにしろ犬を飼っていると血圧とかあの血糖値に良さそうだぞと、だから心臓病、血管、ね、あの病が抑えられるんじゃないかということが報告されています。でね、実はこのスウェーデンから報告された彼らはただ単にじゃなくて、こんな疑問がね、この話をね、医局で僕誰かしてたら何言われたかっていうと、いやそれ犬によって違うんじゃないのって言って、いやでかい犬もいるしちっちゃい犬もいるし、それは犬によっても違うんじゃねえかって話をして、いやそんなん知らねえよっていう話をしてたんですよ。そしたらね、このスウェーデンの人たちって、ね、この2万人ので200万人のデータを使って、なんと飼ってる犬まで調べてくれたんですよ。で、飼ってる犬の種類とこの血圧の下がり度、コレステロールの下がり度と、あの糖尿病とあの血糖値の下がり度、もしくはね血糖値の、糖尿病になりやすさみたいなリスクを計算したんです。どんな犬がいいかって言ってね、計算してね、それがこう発表されたんですけど、これね、このテーブルがね発表されたんだけどね、この英語でいろいろ書かれてあったけど、僕ね犬のことが分かんなくて、何がどうこうってか全然分かんないんですよ。例えばこれちょっと1個目いきますけど、シープドッグとかって言って、これは要は羊飼いとか、なんていうかな、牛とか飼って放牧してる時にいる犬、その犬を持ってる人、いや例えばなんか想像だけど、なんかさ、犬を持ってるとどういうふうにことを想像されるかっていうと、散歩に行くとか、だから運動習慣が出てくるんじゃないかってことが考察されてるわけですよ。だけどあの牧場とか ねの羊をなんかこう取り締まるための犬って本人には関係ないじゃない。そしたらね、これ見たらやっぱりね、このシープドッグとかって書いてるとリスクがね上がってない、つまり上がってないっていうか、そのあんまり血糖値だとか血圧とかに作用してないんですよ。で犬によって違うみたいで、例えばこのコンパニオンとかトイプードルとかっていうとですね、あのこれもですね全くいい作用が出てないんですよ。で結局彼らはね、こんないろんな犬の種類をこう上げて計算してくれたんですけど、結論から言うと、どうやらアクティブなドッグ、犬、ちょっと大きくてこうなんか散歩連れてけみたいな、そういうような犬が血糖値を低下させる、もしくは新しく薬、糖尿病の薬を飲まないでいられるっていう風にね、彼らは結論付けました。だからざっくり言うけれども、なんかちっちゃいなんかトイプールをね、あの可愛いワン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 とかって言ってね、家で飼ってるようなのはもしかしたらあんまり生命用語とは関係ないのかもしれない。でもここで言ってるのは、大きい犬の方が糖尿病とかを抑制できる可能性があるんだよということをね言ってました。で、ただ単にこういうような犬とかって、この血圧とかコレステロールとか糖とかそういうことじゃなくて、やっぱり犬好き？好きだよね。犬飼ってる人、実家でもいいけど、ああやっぱり可愛くない？すごいよね。癒しだよね。ね。そうなんですよ。で、ペットっていうのはメンタルヘルスと関係があるというふうに言われていて、癒し効果っていうのもですね、ちゃんと綺麗に発表されてました。まあ、病院で言ったら犬も、何ですか、盲導犬もそうだし、
うちのあの赤井先生、犬ってあれ小児科でしたっけ？小児科じゃなくて、うちでもいいけど、お願いします。あ、本当ですか？あれ、癒しを目的みたいな感じでしたっけ？そうそう、あの院内にうちも犬何匹いるんですか？あれ一匹いるんですね。ね、あのなんかお願いすればあの犬と遊べるとっていうようなふうに、あのうちでも用意しているということです。だからあの僕何が言いたいかっていうと、あの薬もそう大事です、で治療も大事です、検査も大事です。だけど、まあ、こんな一見何にも関係ないようなものかもしれないけれども、あのペットとかね、犬とかっていうのが意外に私たちの健康にいい作用がある可能性があるよというふうに思ってます。で、あの例えば、ね、病気にならなきゃ一番いいわけじゃない。でね、日本のね、医療費、今ね、一人当たりの医療費っていうのが年間33万円なんだって。こう計算上ね、計算上、厚生省から発表されたので、ちなみに一番医療費がかかってるのは福岡県らしい。福岡県、佐賀県、高知、長崎県、大阪、鹿児島と来てますけれども、一番低いのが新潟、長野とか岩手とか、そっちの県は低いよっていうふうに言ってますけど、全国で平均すると大体一人年間33万円かかってるんですって。どうやらね、犬の報告を見てみると、犬はいくらかかるんかっていう、大体ね、月に1万円だって。1万円、だからどうだろう、年間12、3万ぐらいで平均犬を飼うことができるということなんで、あの医療費を33万円払うか犬を飼うんかと、ね、こんなあの、ね、実際に存在していい計算かどうかわからないけれども、あの決して犬を飼うとかって言った時にね、あの犬飼えって言ってんじゃないよ僕ね。あのだけどさね、あの月1万円ぐらいかかるけれども、もしそれで本当に心臓血管病とか長生き具合に関係して犬のいい作用、癒し作用、血圧降下作用とかっていうのを使って、もしできるんであれば一人当たりの医療費がまた抑えられるんじゃないかなというふうに勝手に考察しました。なので今日は、ですね、犬と長生きについて喋りました。どうもありがとうございました。質問は、大きな空と広い海が呼んでいる、さあ出かけよう、ゴロクツであの道を、自分らしいペースで